イエーイ。あの密輸品をかっさらったと知った時の奴らの顔ときたら見事に計画通りだったな。いやいや、間一髪だったよ。逃げ切れなかったら今頃どうなってたか。無事成功したのはロアが脱出経路を確保してたおかげね。確かにそうだけど、そもそもの発起人はロアだ。命がけのスリルは織り込み済みだよな。どうでしょうね。相変わらずお前は。卒業したら少しは落ち着けよ。こんなのいつまでも通用しないぞ。ご忠告どうも。でも私は変わらないと思います。どうかあなたもそのままでいてくださいね。ん？時が来たら私はあなたに会いに行きます。お目覚めね。懐かしい夢を見た。どんな？士官学校時代のあいつらの夢だ。ああ、みんな今頃どうしてるのかしらね。相変わらずだろう。ところでニニム、やっぱ礼服着なきゃダメか。あれ超窮屈なんだけど。